正常期新聞は、アメリカ合衆国の新聞の一つで、米軍の準機監視。アメリカ軍と兵士と駐留地に関する記事を中心に、世界中に展開する米兵と退役軍人に、読まれている歴史ある新聞である。アメリカ国防総省内で運営されているが、編集権は、独立している上、読者の興味、定期的なレポートを提供する独立したオンブズマンへの第一情報は、 アメリカが州国議会によってなされている。ウェブサイトだけでなく軍人向けに、欧州、中東、日本、朝鮮といった海外版を含めて、日韓の紙媒体を発行しており、無料でダウンロードできる7種類のデジタル版もある。本部はワシントン DC に構えている。日本支部は赤坂プレスセンター内に設けられている。 南北戦争中の1861年11月9日、イリノイ州の11、18、29連隊は、ミズーリ州、ブルームフィールドでキャンプを張っていた。地元新聞社を探したが、もぬけの殻だったため、自分たちの活動に関する新聞を自身で発行することを決断し、新聞名を、スターズストライプスとした。現在、ブルームフィールドには、スターズ ストライプスミュージアム、ライブラリーアソシエーションが置かれている。第一次世界大戦中に経験を積んだ、スターズストライプスの記者やイラストレーターは戦後、ベテラン記者や若手兵士になっていった。編集者だったヘラルド・ロスは、その後雑誌、ザ、er ・ニューヨーカーを創刊した。アートディレクター兼主要イラストレーターだった、サイラス・リロイ・ボルドリッチは、 書籍、雑誌のメジャーなイラストレーターだけでなく版画家、ステージデザイナーになった。スポーツ担当編集者のグラントランド・ライスは、ジャーナリストとして長いキャリアを積み、グラントランド・ライス・スポットライトという映画スタジオを設立した。演劇評論家のアレクサンダー・ウールコットが、スターズ・ストライプスに寄稿したエッセイをまとめた、本が、ザ・コマンド・イズ・フォワードとして出版された。 スターズストライプスは、その後8ページの週刊誌として、フランスで印刷し、米軍部隊に配布するという社員の努力により読者は52万6千人と、ピークに達した。第二次世界大戦中は、展開されている複数の戦線で何十もの番が、発行された。この時の制服を着た記者や若い兵士もまた後に、重要なジャーナリストになり、新聞の発行、配達において、 従業員の欠員を埋め熱意と才能を発揮した。いくつかの番は、ほとんどの舞台が最新情報を得るために、戦線の非常に近い場所で情報の収集や印刷が行われた。また戦時中の新聞は、全53巻の G.I. ストーリーズとして出版された。戦後、スターズストライプス掲載の、ウィリージョーという第二次世界大戦を扱った人気漫画の作者だった。 ビルモールディンは、時事漫画家として、ピューリッツァー賞を2回受賞し最も輝かしい、経歴を飾った。過去のスターズストライプス社員には60ミニッツの、アンディ・ルーニー、スティーブ・クロフトやソングライター、作家のシェル・シルバスタイン、漫画家のトム・サットン、作家のラルフ・ジー・マーティン、漫画家のポール・フォンテーヌ、作家で、テレビニュース番組特派員のトニー・ザッポン、漫画家のバーモン・グラント、 ハリウッドを邪神家のフィル・スターン、株式市場後半、レポーター、PBS のウォール・ストリート・ウィーク司会のルイル・カイザーがいる。1965年の小説、1967年の映画特攻大作戦では、スターズストライプスで掲載された、ジャック・アグ・ニュー・上等兵の功績を収めた写真が登場する。新聞は1942年に、 欧州で1945年に太平洋地域で断続的に発行されている。また、ストライプス、サンデーコミックスというアメリカ合衆国の15ページのコミックストリップがある。米軍部隊に配達される、スターズストライプススターズストライプスは、アメリカ国防総省と議会に承認された、独立した日韓の軍事ニュースと、欧州と中東。 東アジアの米軍施設情報を発行している。新聞は1日平均40から48ページのタブロイド形式の紙媒体やインターネット上で発行している。また市民や米軍上級歌手間を記者として採用しており、世界中に拠点を構えており35万人以上に読まれている。また、オンライン版は月約40万アクセスがありそのうち、 60から70%がアメリカ合衆国からのアクセスになっている。2009年、スターズストライプスはワシントン DC の事務局にて、ストライプスセントラルというブログサイトを開設した。コンテンツは事務局の記者によって執筆されている。スターズストライプスは国防総省職員等による福利厚生基金の従業員による組織であり、 国防総省による女性は一部に限られる。運営資金の大部分は広告収入と公読契約でまかなわれている。また多くの軍事出版物の中で唯一憲法、修正第一条の保護対象の新聞で新たに組織されたディフェンスメディアアクティビティの一部になっている。ディフェンスメディアアクティビティによる他のメディアは国防総省の命令によるものであるのに対し、 スターッズストライプスのみは完全に編集権の独立性を維持している。また、過去の版のデジタル化を推し進めており、1943年から1999年までの新聞マイクロフィルムを復元し、ヘリテージマイクロフィルム社が検索可能な形式に変換し、アーカイブウェブサイトに掲載している。 ニュースペーパーアーカイブでは1948年から1999年までの50年間の新聞を掲載している。ドナルド・トランプ政権は2020年2月議会に提出した予算要求で例年計上されていた同市への補助金約1500万ドルを撤廃した。理由は説明していないがトランプは CNN や NBC だけに及ばず今年に入って 国営放送ボアに対しても圧力をかけており一連のメディアへの牽制とみられる。ただ国防総省による配管指示に批判が相次ぐとトランプは私が大統領でいる限り補助金削減などさせないとツイッターで表明。補助金撤廃は同省の独断によるものと示唆し批判の矛先を交わそうとした。ありがとうございます。